今期2023年夏アニメ続編があまりに強すぎる中、この新作が覇権を取るかもしれない私の幸せな結婚。はい、どうもリクトです。というわけでね、今回今期新作アニメ私の幸せな結婚、1話に続きまして、今回は作1年放送の第2話の、正直すぎる感想、一切損得ない感想ですね、いつもらしましたよ、この間もありで話していきたいと思います。というところで、まあ、この作に関してはですね、まあ、今期新作いったら原作売り上げとかっていう面では一番もともとね強かったかなというところで、まあ実写映画もねやってましたけども、シリーズ累計は、700万部を突破しているというところで、まあ、意外にもね小説家になる原作の、作品というところで、今フジミエル文庫さんからね、刊行されているという作品になってまして、開幕前の盛り上がりっていうところに関しては、まあ、こんだけ売れているにもかかわらずね、そんなにワタコンが来期が楽しみだみたいな声実はあんま聞いてなくてですね、まあ、どっちかっていうと、今期に関しては新作だとスキメガとかね、まあ、ゾン100とか、まあ、この辺がやっぱかなり注目度が高かったのかなっていう中で、1話で、まあ、めちゃくちゃ評価を上げましたワタコン。もう今期の新作ナンバーワンワタコンだと、そんな声がね、溢れまくった1話の中で、じゃあ2話はどうだったのかというところですね、いつもネタ話の感想結論から入っていきたいと思います。というところ、今回ですね、私の幸せな結婚2話見させていただきまして、ネタ話の感想結論としましては、正直ですね、いやもう圧倒的名作の予感しかしないというところで、いや俺ガチでこれ派遣なんか、まあ、正直盛り上がるタイプの作品じゃないかなと思ったんですけど、あんまり作品として良すぎて、まあ、ある種なんかバイオレットエヴァーガーデン的なね、なんかああいう盛り上がり方をするんじゃないかなとか、そんな感じが僕はしてきた。まあもともとね、まあ1話の時も言われてましたけど、キネマシトラスさんって言って、まあ盾の勇者成り上がりとか、メイドインアビスなんかをやられてたね、制作会社で、めちゃくちゃクオリティ高いんですよね。で、まあメイドインアビスとかもそれでやっぱものすごいやっぱ評価上げたかなと思うんですけれども、で、やっぱその前回ものすごいその雰囲気の作りのうまさとか、まあ圧倒的なクオリティっていうので、ものすげえなキネマさんっていうのもありながら、もちろん原作力もね、高い作品っていうのは分かりきっていたので、まあその1話ね、これもう絶対号泣するんじゃないですかみたいな、最終的に号泣の予感がしますみたいなことをね、言ってたんですけれども、ただ僕は1話の時点では、実はちょっと、なんかね、あの感想動画の後もさらに評価上げたんですよね。もっとどんどん見る人が増えてって、で、なんかもう、本当その時点でも今期派遣と思ってる人もいたかもしれないし、まあ本当新作では間違いなく1番だみたいな声も多かったんですけど、僕はね正直ちょっと1話の時点でそんだけ言うのはちょっと、まあ、過大評価感が僕あるなって思ってたんです、実は。まあ実はだけど、まあ動画でも言ってたんですけど、まあこの先にその異能とかの要素があるみたいで、でなんかそこがね、なんかどうなんかなって正直思ってたことがあって、もともとなんかそのまだまだできてない要素があったし、ちょっと1話で判断するのちょっと早いんじゃないかなっていうのはね、僕はもともと思ってたことだったんですよね。この作品、政略結婚から始まる和風シンデレラストーリーっていうところで、でね、彼らの体に脈々と流れる血の呪縛、異能をめぐる壮絶なドラマを繊細かつ華やかなアニメーションで表現するということで、その異能っていうのがどんな風に関わってくるのかなっていうところもあったんですけど、まあ、今回、まあ、2話見て、まあ、まだできてないかなと思うんですけど、まあ、これかなり面白い形で作用してくるからなっていうのはね、もうすごい掴めたところもあり、でね、演出とか、その話の流れでの、その2話の中の話の構成としてもね、めちゃくちゃ上手くて、もううるうる来ちゃったもんね。号泣の予感とかでも2話ですでにうるうる来てるっていうところで、いや、これ、うまかったね。いや、キャラの魅力の出し方、また、キャラの背景の描き方、そこの合わせ方がですね、めちゃくちゃ良くて、いや、これはね、俺人気出るべきだ、もはや。だし、1話でね、まだちょっとまあ、多分ね、その、評判を聞いてもちょっと様子見だったら、もうちょいね、みんなで様子見てから見ようかなと思ってる人は、これマジで見た方がいい。これ面白いわ。っていうのも確信するぐらい、やっぱ2話はやっぱアニメとしての作りも良かったですし、もちろん話としてもすごい面白さを感じたなっていうところで、まあやっぱ、まあワンクールでどこまでできるかってところはあってね、まあ宝石に期間6巻まで原作が出てるっていうところで、まあどうなんだろうな、まあ早いアニメだと、ラノベだったら3巻ぐらいまでね、3巻とか4巻まで進んだりしますけれども、まあ結構中途半端で終わっちゃうかもしれないですけどね、これ2期来る可能性も12分2万とかあると思ってるんで、まあ原作の売り上げ的に見てもね、いや、これはいいのがね、出てきたなっていうんで、もともと僕もハマれるのかなみたいなところもあったんですけど、いや、これは素晴らしい作品だなっていうのね、
改めて思ってますし、アニメのクオリティとしてもものすごく高い、うん、でまあやっぱ結構シリアス味が強いんでね、まあそこがなんかやっぱなんかあんま気楽に楽しめないのかなみたいなのあったんですけど、そのシリアスさがあるからこそそこに差し込む光がまあなお一層輝いて見えるというところですね。うん、いやいいんじゃないのこれは。うん、いい作品出てきたなというところで、もともと原作もねすごいね、あの強い作品ではあったんですけれども、うん、愛と異能が紡ぐ異色のシネレラストーリーというところで、うん、まあ、これね本当なんか結構えぐいっす、話としては相当僕はえぐいなと思うんですけど、だからこそこの先の展開も楽しみになるし、今回の2話としての見せ方もね、うん、まあ、結構やっぱ1話どうしても導入要素も強かったんですけど、うん、2話にして早くもね、まあ、そのキャラの魅力というかね、うん、なんか今後の展開も想起させてくれるような、うん、ところがあって、まあ、ここからまだまだねいろんな苦難がもう間違いなく待ち受けてるだろうというところではあるんですけれども、まあ、最終的にね、まあ、主人公のミオっていうキャラクターが幸せを、ね、幸せな結婚をつかみ取ってくれるんだろうというところでね、うん、そこはまあそれがアニメ一期だけで描ききれるのかはまだわからないし、まあ、正直それまだいけないかなとも思いますけれども、まあ、こうやって多分ね応援していけば2期もね来る作品だと思いますし、うん、それに違わぬ素晴らしいクオリティなんで、ね、これ絶対見てほしいなというところで、あとオープニングエンディングはね今回から解禁されたんですけど、めちゃくちゃ良かったねこれもね、うん、俺マジで発見いけるかもしれない。やっぱそのどうしてもね今期その呪術廻戦2期とか無職転生2期とかブリーチとかでもうめちゃくちゃ続編が強いんでね、やっぱその中で派遣って言ったらその呪術を超えてくる必要があるんでその話題性って意味でやっぱね呪術を超えるって、ね、もうあまりに化け物すぎるかなと思うんですけど、うん、でもアニメオタク界隈とかの中でとかねとかその、まあ、その将来的にねでも今期だけで抜くっていうのは正直相当難しいの、うん、でも最終的に何年後とかにあのクールはこの作品が一番良かったってなる可能性は十二分にあるし、もちろんそのオタク派遣ぐらいやったらいけるんじゃないかなっていうのは正直ちょっと思います。そんだけまあ今期はねその呪術とかまあ無職も強いからね、うん、っていうところでありますけれども、うん、まあまあ新作あったらまあやっぱ動画の間もトップクラス、うん、走ってますし、てかまあ最終的に新作が一番良かったってなんじゃないかなと思います。うん、まあ続編絡めてはまだ分かんないですけれども、間違いなくもう絶対押さえていくべき作品だと思うんで、まあ、ぜひねご覧いただけたらなと思います。はい、ということで、ダマなしの感想を以上としまして、ご回答バリの感想を入っていきたいと思います。ネタバレにご注意ください。ということで、まあ、ネタバレなしの感想としては、やっぱもう1話に関してちょっと、ちょっと不安感というかね、ちょっと課題、ちょっとなんかさすがにいきなり評価されすぎなんじゃないかなっていう思いが、やっぱ2話になって、こう、あ、これいけるわっていう思いに変わったっていうところで、うん、もう、正直もう僕は全然不安要素なくなりましたね。もう、ただただこれすげえ楽しみだなっていう。うん。やっぱね、その、なんか、うまいんで、その一つの細かい描写もね。そこもね、すごいなと思いまして、号泣作品になってくるなと思います。はい。ということで、ね、これネタバレの感想入っていきたいと思います。ネタバレね、ご注意ください。今回2話どこが良かったのかというところで語り尽くさせていただきたいなというところなんですけど、まあ、ネタバレの感想としてはですね、まあ、やっぱ、今回まあ言いたいのネタバレにご注意くださいね。やっぱまあ、最後の、ミオのところですよね。工藤に、まあ、ご飯食べてね、工藤がね、まあ褒めるわけですけれども、いつぶりだろう誰かに褒められるのはっていうね、ことが出てくるんですけれども、やっぱ今回、まあ、ミオの、まあ前回もですけどね、ものすごく辛い過去、辛すぎる境遇っていうのを描いてきたからこそ、で、また、まあ序盤はすごい工藤もね、まあやっぱこれまでやっぱすごい、まあいろいろとね、まあその悪い企みを持ったね、まあその、婚約結婚候補みたいなのが、まあ、来てたんでしょうね。うん、でも毒を持ってるんじゃないかみたいな疑ってて、最初やっぱパッと見ると、何この人、こいつみたいな、せっかく作ってくれてんのになんでこんな疑っとるんやって思えるんですけど、話の、今回2話追っていくと、あ、工藤ってそういう目に遭ってきたからこそ、またそのすごいやっぱこの責任感を自身で持ってるからこそ、ものすごいできる人間だからこそ、そこに警戒感を持ったんだなっていうのが、見えてくる。でもやっぱミオってやっぱ最初からやっぱすごい大人しさもあり、やっぱすごいなんか従順さがあるわけですよね。でやっぱ異質さを感じ取ると、でそんな中でやっぱ工藤すぐそのミオのなんか様子のなんか変な、なんていうかな、異質さというのかな、そこにも気づきながら、でやっぱ彼女のやっぱその行動もやっぱしっかり見ていて、うん、でまあその彼もやっぱツンデレっぽい感じだと思うんですけれども、うん、やっぱすごい良かったですよね。なんかさ、使用人の人もね、なんかこうなんか黙りながらこうね、ミオちゃんにこうね、ご飯作ってくれみたいに言ったりとかね、なんかすごい不器用な優しさみたいのがすごく出てて、めちゃくちゃ良かったっすねこれ。うん、やっぱその当主としての責任感みたいな彼すごい持ってるし、なんかすごい
なんか異能、なんか特殊部隊でね、こんなん使うかみたいな話もあったんですけど、うん、っていう中でやっぱその彼のなんか優しさというかね、なんかあったかさが見えてきた2話で、一発でこうなんやっていう2話の入りから、あ、いいキャラやんけっていうのがあって、だからこそああいう入り方だったからこそ、よりなんかその感動的にラストもなっていく、うん、でまあ美穂ちゃんのこの嬉し涙にこっちも涙しになるっていう、なんか見事な構成だったなっていうのをね思いましたし、うん、やっぱこうここまでのね、こう背景を描いてきたからこそ、ミオのやっぱ言葉、うん、こうやって褒めてもらえるのはいつぶりなんだろうかっていう言葉が寄り添っていくなっていうのをね、思いましたよね。うん、やっぱこの工藤の優しさが出てくるっていうのも、やっぱこう最初あんな警戒感を前面に出した状態、しかもなんかみんな追い出されてますみたいな、なんかめちゃくちゃ怖い様相を出してからのこれだからこそ、うん、よりなんか光って見えたなっていうのをね、思いましたね。でまあ伊能の下りとかも、これから工藤もね、なんかちょっとミオのことを調べるっていうか、あの家のことも調べるって話が出てきてね、まあいろいろ多分ここからもう困難が続くかなと思うし、一筋縄ではいかないかなっていうのはやっぱ思います。ミオのことをねずっと気にかけてくれてた、コーチさん、辰石コーチ、うん、なんかね、縁談の相手みたいなね、そのかや、まあ、あの親子マジで父さんも父さんでした、なんか徹夜食らうんでしょうかね、スカッとジャパンに来るのかっていう感じするんですけど、まあ、あのお母さんももう前回はね、もうあやねる演じるかやちゃんがもうめちゃくちゃ嫌なやつで、もうみんなやめた日いいんじゃない、そんぐらいストレスかかったよね、あれもうストレスで胃に穴開くんじゃないかって、もうみおちゃんのこと思ったらね、うん、と思いながら、やっぱこう、やっぱそんだけのやっぱ嫌さを出してくる位置はすごかったね、やっぱねなかなかこんだけなんかさ、やっぱ現代って結構やっぱストレスのある話って結構敬遠されがちな中で、うん、だからこそね、やっぱそのオレツエ系みたいなのね流行ってる中で、やっぱ割と ノンストレスみたいなね、うん、が多いんですけど、こんだけストレスをかけてきた、まあ、1話もあり、2話もさらにね、もうお母さんの肩身で踏んづけちまって、何やあいつはと鉄槌がね、食らってくるのかね、鉄槌があるのかみたいな感じもしましたけど、いやー、ちょっとまあそこの絡みもいろいろ、まあね、絶対困難を待ち受けてて、お父さんもなんかまた、なんか引き取るかどうとかあったよね、なんかまた引き離されちゃうかもしれないね、これね、うん、とか思いながら見てましたけれども、うん、まあでも、やっぱ今回その工藤のキャラクター性、やっぱこれまでの教訓とか、元の今立場があるからこそのその厳しさ、またミオを見たことによるなんか、本来の優しさが垣間見えた瞬間っていうのが、すごい上手かった。うん。し、やっぱそれが圧倒的クオリティで描かれていく。もう、素晴らしいなと思ったし、やっぱオープニングエンディング見ても、うん、これもうどうやっても泣くよね、みたいな。名作の予感しかしない、うん。素晴らしさが出てた。で、まあやっぱ、異能の話でもね、まあ、かえちゃんの妹にはこう、才能があって、みたいなね、話の中で、まあそこを巡っての話もあるんですけど、そういうなんかファンタジー要素を含めながらの話で、より多分面白く展開してくれるなって、ね、やっぱ期待感として。うん、持ってた。こういう要素っていうのはね、やっぱこんだけ、1話が普通にそのま、そういう要素がないままいいと、不安要素にやっぱなってたんですけども、これうまく働いてくれるなんだろうなっていうのね、うん、思いながら、見てました。はい。いやー、よかったっすね。めちゃくちゃよかったっすね。いや、ゆりえさんか、この使用人の人もなんかいいよね。すごい良くてさ、いや、ちょっとこれマジこの先楽しみすぎるし、多分もっともっとね厳しい、なんか今は結局過去が大きいわけよね、どうしても過去が辛かったみたいな大きいわけなんですけど、でまあ1話はね、そんな中でまあその浩二ってね、よくしてもらってた、まあ、幼馴染か、うん、っていう彼が、まあ、ある種取られてしまうみたいなね、地獄みたいなやつが1話だったわけなんですけども、うん。で、中で、まあ、2話は今日、まあ、割と、その、希望の見えるね、うん、なんか、終わり方であったんですけど、こっからまた多分ね、うん、そんな等しいのはいかないなと思いますんで、どうなっていくのか、非常に楽しみですし、この時になってやっぱめちゃくちゃね、やっぱその演出としてもやっぱ面白くしてくれるだろうなって思ってるんで、うん。で、やっぱね、その彼女が、まあ、幸せな結婚をつかみ取るまで、ぜひ見させていただきたい。できればね、かやちゃんとか、お母さんとか、もうお父さんとか、まあ、ちょっと一発ひどい目あってみた方がいいぞ、あれはマジで。うん、ちょっとあれひどすぎるわ、本当に。人の心はないんか、みたいな。ちょっとあまりにエグすぎるんで、うん。で、でもあれし、もちろんね、コウジって気にかけてくれてる子ね、幼馴染、ここもうまくなんか報われてほしいなって思いますよね。まあ、多分そういう展開になってくるのか、ちょっとそこはまだ読み切れないですけれども。うん、いや、本当楽しみになったし、
素晴らしいね、はい、いやめちゃくちゃいい新作できたなっていうところで、はい、まあ、2話もね本当に1話について面白かったですし、なんか1話のよりこうなんかある種明るさが見えてくるね、うん、ところでもあったんで、そこの見せ方がねまた、上手かったなと思ったし、工藤っていうキャラクターが一気にまた、好きになってくる、素晴らしい、2話だったんじゃないかなと思います。はい、ということで今回ね私の幸せの結婚第2話のね、正直知る感想、一切忖度ない感想は以上となります。今週ありがとうございました。まあね、来週も引き続き感想を上げていくかもしれませんし、それ以外もね、まあ、今時どんどん動画上げていますので、ぜひこの機にチャンネル登録、高評価もね、できますので嬉しいし、見られたらぜひね感想なんかもいろいろコメント、いただけますと嬉しいです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。いやーまたこう派遣行ってくれ、もういやもう号泣ね話来るの楽しみに待っていきたいと思います。はい、ご視聴最後までありがとうございました。